はい、こんちゃーす。レトルトと申しまーす。ピカチュウ大冒険、ポケパークウィー実況プレイ、始めていきましょう。今回はね、ちょっとストーリーを進めるの、一旦お休みにしてですね、友達作り会ということでね、このピカチュウをリアチュウにしましょうね。はい。現在友達の数が91なんですけどもね、まだまだ友達リストがちょっと空いてるところ目立ってるんで、全部で、結構いるね。193匹いるんで、まだまだですね。ということで、今回の動画で、友達を50匹増やそうということで、141匹目指してやっていきましょう。なんというリア充。じゃあやっていきましょう。じゃあね、時間もないんで、どんどん仲間していきましょう。あの恋キングはさ、ずーっとね、思ってたんですけど、実は。助ける方法はあるのでしょうかね、これ。電撃か？もう、助ける方法はありますかね、あれ。直接当てることできるかな？ああ、来た！ああ、いけるんや。飛び跳ねた。飛び跳ねてどこに行った？おい、コイキングどこ行った？よしよし。結構隠れてた、隠れてた感じですかね。隠しキャラというか。コイキングどこ？あー、おった！よし。友達になりましょう。リア充計画。ここここ。絶対今のクラブと同じ声な気がする。おお、我こそはコイキングなり。え？大丈夫お前。お、思ってるより早いな。なんという水ポケモンの鏡やな。地上を走れるとか。うわ。水にいた方が良かったんちゃうか。よし。やっぱゴイキングっていうだけあって王様やねんな。よし、一匹目。じゃあ次はムックルは仲間になってるね。結構です。じゃあ、ニック機ドダイドス、こいつは確かやられてしまってたはずやけどね。ほほほ、先制ダメージドダイドダイ。お前も結構なんか御三家の中では小さく見えるな。よし、知っとるわい。よし、まあヒットポイントも上がったしね、軽く乗してやりましょう。痛い。くそ、この野郎め。これ動き止めて。よし、ボルテッカーちゃう、アイアンテール。危ねえ危ねえ。おい、お前らポケモンいろいろ危ないぞ。よし、ああ危ない。お、神回避。よし。自信はジャンプでかわせるみたいですね。おいおいおい。よし、動き止めてから耐えたり。よし、はあ、あの時の自分を用できました。ドッダイ。2人目グリーンゾーン、早速も2人ですね。じゃあ次はニックギストライクはいけるかの。ストライク、お。あ、あー、5回続けてか。くそ、めんどくさいな。でもやるかい。ストライク。じゃあマンキー狩り終わったんで、じゃあストライク倒そう。おお、やっぱ飛行タイプやねんな、ストライクは。おっと、わあ、何やあれは、何やろあれ、あれこそシザークロスかな。かまいたち、おっと、わあ、あった、わあ、おら、
ほら、よし、危ない危ない、もう一回5回戦わせる。おお、電光石火とか使ってきちゃう。よし、終わり。よし、所詮弱点。おお、どうしたんですか、リーフィアさん。ストライクとリーフィアやっぱできてんのかな。さあ、どうなんやろ。コリンク、君たち、君たち、友達になろう。よし、おお。お前らちょっと見えにくいぞ。おお。いいね。コリンクは赤ちゃんポケモンなのか、違うよな。お、ややこしい。わあ、うつけ。よし、おソース待っててくれたのか。よし、5匹目かな、4匹目。おーし、順調やね。4匹目やな。次はさーて、ビーチゾーンにやってきました。おお、平画にはやってないかな。へい、まあな、平画にか。まあ可愛くはあるけどな、なんか若干パクリ感が否めないな、やっぱりお前は。クラブはもっと強かったぞ。よし、5匹目、ヘイ。俺はもっと、おー、シザリガーはいるのかな、いないな。あら、かわいいね。なにこの、うわあ。素晴らしい空間がここに。水ゴロ、ピジョン、ピジョンやってないね。あ、ピジョン、カメックス。こんなとこに修行できたの、カメックス。キャモメで誘われて遊びに来た。サトシはビジョン使ってたからやっぱ結構好きやすね。好きやすね。好きっすね。うわ、バトルなんや。鳥ポケモンとバトルって珍しいな。おっと、おお。わあ。なや、ゴッドバードが。こら。よし。でも、所詮初めの方のね、ビーチゾーンでやったんで、まだまだ強いっす。おぉ、痛い。死ね。原作通り。死んでる。お、クラブとワニの子は仲良さそうやな、やっぱり。よし、6匹目かな。次は。あれ、一番重いポケモンやった気がするな。あれ。話す。あら、ビンを見かけたらギャロス、あー、あれね。あ、ということは、ビンを集めていったら、ホエル王と友達になれる感じでいいかな。どんどんビン集めていこうか。もしかしたら、もしかして、キングラーが来る可能性も、まだ残ってないわけじゃない。よし、どんどんビンをやって豪華にしていきましょう。おし、植木鉢。あれ、もう終わり。あら。いえいえいえ、これでホエル王やな。やったよ。ほえー。よし、何匹目や。結構来たか。あー、で7匹目か。ビーチゾーンは結構まだ残ってそうな感じがするんですけどね。よし、やっていこう。ウィゼルは仲間してないな。ブイブイ。ブイブイ。おう。あ、追いかけっこか、こいつは。アクアジェットが怖いよな。まあ、フローゼルやけど。よし、テクニックを使おう。10万ボール。あはくそー、いいとこ見せようと思ったのに、こら。所詮、進化前というわけだ。よし、7匹目、9、10匹目ぐらい。よし、ブイブイ、おいら、あら、やっぱり。じゃあ、リーちゃんとやらも友達にするか。マフラーの長さが変わっただけやん。リーちゃんはおっさん。よし、隠れんぼ、こ
こいつ絶対さ、空気読んだかくれんぼするよ。多分な、バレバレな感じで隠れてる。頭だけ隠してるみたいな。ん空気読みすぎやろ。アホすぎる。今の遊びやったの？あ、クロール。じゃあフローラルとゴルダックか。おお、かっこいい。波に乗りに来た。波乗りジョニー。じゃあゴルダックとフローゼル行こう。おお、あなたたちですよ。お前らちょっと仲良さそうやな。フラウ。はい。バトルか。弱点ですよ。わ、橋の上でバトル。弁慶みたい。あー、届いてない。うわーっと、危ない。泡って。アクアジェットとか使えよ。よし。橋の上でバトル。あれ？何やってんの？うわ、俺を見失ってる。アンチかな？よし。よーし。わけわからん。やるな兄ちゃん。いささか自信。次はゴルダック先生やな。ジョニー、よし、ゴルダックさん。ゴダゴダ、ダッシュフラッグはしっかり取って。まあな、いつかアトラクションもやり直そう。おほほ、なんかのそのそしてるな。お、強そう。おいおい、よし。つか人多いとお前意外に少ないな。よし、お、今のかっこいい。よし、結構これ。おお前はまだ頭痛に悩まされてんのかな。ダイナミック優雅。よし、どんどんリア充になってます。やってきましたわ、アイスゾーン。よし、まずはムクホークから。ムクホーク、ムクバードか。ムクホークってさ、意外に強いよね。わ、またわ、どう倒すんや。あいつが降りて、うおほほ、うわぁ、うわ、いいね、うわぁ、ややこしや、ややこしや。よし、飛ぶ前に、うわぁ、くそ。おお、何の技やあれ。空を飛ぶかな、単純に。よし、アイスゾーンはね、あのデリバードのプレゼントの時に結構仲間にしたんでね。よし、ヌオーとかいたな。ヌーン、イノムはどうやって友達なんだよ。うわっ、電気技効かへんな、こいつは。おお、おお、戻ってきた。近い近い。近い近い近い。よし、危な。うわ、お前そんな足速いの。よし、おお、二発。ラララララララ。強いですよ。な、え、万分と力比べか。でも友達になってますからね。次は、話しかけたっけ？よし！え？まだ友達ではないのか。わあ、怖っ！あ、うお、近い近い。うお、はい！つかさ、雪目の子じゃなくてもお前でも頑張ればできるやろ。ほら！バイバイ！鬼氷と雪目の子かな。同じ進化過程を辿ったとはとても思えないですね。あら、かわいい。あら、お前実は滑るの得意やったんや。鎌倉なんか入れへんのかな。わぁ、入りたい。おじさん。わぁ。あれ？あ、お父さん。お父さんバトルしましょう。つうか強そう。やる気満々。うわ、うお、捨
手火タックルやな、あれは。ほら、おし、お父さん弱い。ちょっとこのピカチュウのどうなってんねん、こいつの個体値とか努力値とか性格とかレベルとか。痛い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 、ほら、やばい、バトル余裕すぎるわ。ヒットポイントとかこれ上げる必要なさそうですね。よし、リューラとは友達になったっけ。おお、氷の木は綺麗だし、アイスはなかなかいいな。男か、ちょい悪の俺、なんかスネ夫っぽいもんな。おおお、かっこいい走り方。ほら、追いかけっこ確かに。あ、そっち行くんや。おお、あ、くそー、バカにしやがって、電気ショック、お前もう詰んだ。よし、何匹目や。91匹目から返しちゃったね。よし、はーい、よし、ヌオ行こうぜ。ヌオヌオ、ヌーボーっていうお菓子あったよね、あれっぽい。え、なんでなんでなんでって。ヌオ、はい、大きな木の実、大きな木の実か。まあ、あそこに入ってるんやろうな。あれ違う、どっかにあるか。あ、あっちか。ヌオは食べ物か。よーし、来た。よし、楽に友達できますね。相変わらずの雑用。どのヌオやったっけ。まあいいや、こいつでいいかな。あ、お前で当てたんかな、ほんとに。よーし、じゃあ次行くぜ。はーい、ケーブゾーンやってまいりました。結構ね、ケーブゾーンは仲間にしたイメージがある。ゴルバットしてないな、仲間にしたイメージがあるんですけど、うん、まあやっていこう。ズガイドスはやったね、エレキブル。おいお、よし、ゴルバット、夜の帝王。不思議花に会いに行くってグリーンゾーンに向かった。追いかけっこか。羽休め中やな今。よし、おら。エレキブルが味方してきた。お、お、あれ、あ、あ、このゴルバットじゃないの、もしかして。え、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 どうなってる、どうなってるの。え、あのゴルバットじゃないってこと。うわー、やめてやめて。あ、う、うん、どれどれ、どっちや、こっちで合ってるか。あれ出してるもんな、超音波とやら。怪力の歩き助けて、お前か。紛らわしす、ズバッとも仲間にしないとね。ズバッ、おお、ズバッとも追いかけっこか。行くぜ。うわ、お前も超音波かい。降りてこい、降りてこい、降りてこい。ああ、よし、らっしゃい、らっしゃい。やっぱりらっしゃいなんやな、実務手は。かくれんぼか、でも分かりやすいと思うけどな。お、うん、やっぱ岩の近くにいると思う。丸見えやろお前。かくれんぼの才能ないな、岩に隠れるとかしろよ。いや、丸分かりでしたよ。次はよし、あ、ラッキー、ラッキー。じゃあラグドリオか、おばぞ。よし、大きな木の実か。絶対おかしいもんな、ごまぞうは食えるわけないしな。顔、
めり込んでるよ。まあ中、木の実の中がスカスカっていう考えもあるからな。ライチュウは仲間にしましたっけ。お兄ちゃん、よし、はい、追いかけっこか。お兄さん、おお、尻尾長いな結構。兄ちゃん、よし。変に曲がるからこうなるんだよ兄ちゃんは。よっしゃ、はい、マグマゾーンにやってまいりました。はい、黄色い稲妻って俺です。え、ルビーは赤ちゃんポケモンやけどでかいの。よち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 、ほら、ほら、よし、なんか天然パーマに見えるな。ポケモンとは全て友達になりましょう。ロコンさん、ココドラ、よし。やっぱ女の子やね。わ、かわいい。そこがまたいい。キューコンとかこうへんかな。よし。あ、フラグ。フラグが立ったよ。パラララ。おお、美しい。これは美しいな。キューコン。え、マッスグマ。キューコンの姉さん。お友達になりましょう。バシャーマン、不思議マナ、エンベルトと。ああ。はい。キューコン使いたいな。厳選が難しい。うわ、尻尾。さすがキュー、あ、おほほほ。何匹目でしょう。おお、ブースター、はい、ブースターはバトルなんや。そろそろブースターをね、救済させてほしいよね。ブースターのあだ名が唯一王かなんかですね。唯一神か、なんか唯一王かな。おっしゃ、よし、他のブイズは全員追いかけっこやったもんね。モフモフ、新作のポケモンは何タイプのブース、あのブイズが増えるんでしょうね。俺的には鋼タイプとかさ、毒タイプのやつとかみたい。え、場所が違うやろ。パンチングロックスのコツといったら、まずは、はあ、はあ、よし、こいつパンチングロックス得意そうやな。脇締めてるな、やっぱり。うおお、よし、うおお、強い、うわ、うわー、危ねえ。危ねえ。でも今のかっこよかったな。危ねえ、さすがエビワラ。よし、三色パンチが怖いな。タイプか、だが、よし、結構早めに決着がつきましたな。はあ、リア中、どんだけピカチュウの人脈が広がっていくぞ。よーし、ゴーストはびこる。ハウスゾーンに戻ってきましたけどね。ハウスゾーン、家の前にいるね、このやつら全然ね、仲間してないんで、やっていこう。もうジャンボー、闇からしっか、やめやめ。おお、俺が妖怪に入らないのはビビってる。なんということだ。闇カラスか。ドンカラス。ん？追いかけっこ？ん？え？闇カラスどうしたの？え？闇カラスってそんなに？やめやめ。小物。ああ、親分。そういう扱いか。ドンカラスより闇カラスの方が早いんやけどな、足は。お、来た。
ドンカラスはちょっといいよね、冬打ちとかね。どう？かっこいい。ドンカラス使ってみたいな。なんかレトルトのイメージに合うよね。なんていうか、怪盗レトルトのイメージなの。あ、グライオンか。いいね、使ってるね。だが、これが、よし、つか、重いのがライフがやばい。よし、不安定は。おし、わー、よし、来たー、いい攻めた。これでスカタンク来るね。くそ、ムカつくわ。結構簡単なとこに おったやな。よ、回る。弱まる。よし、なんで戻ってきたの。星体当たり。おぉ。ややこしいことになったな。うわ、怖っ。あ、かわいい。うめぇ。強いよね。よし。3。おぉ。めんどくさくないか。うん。まあ、そんなにね、友達いなくても何人か仲良けりゃいいとは思うけどね。お、出てきた。おほほほ、怖っ。やっぱでかいやな、君。とどめ、よし、中ポケがありました。うわ、電気ショック。うおー、かっこいい。うわっ、なんてやつや。ほんまに降りる一瞬を狙わないとダメみたいな。よし。いると、おお、意外にすばしっこいね。どなたかね、バトレモで EV を使ってるというね、勇者さんはいないでしょうかね。 EV で使ってる人は会ったことないんでね。なんか単、おお、来たー。様子を見に来た。なんという伝説のポケモン。都会連続めんどくさいわ、もう。サンダース。お、こんな声なんや、あら、サンダースは130度が最速やろ。早くないか。俺とお前どっちが早いか。これさ、もしも速さ上げてなかったらもう終わってたな。よけての、電気ショックは体当たり。よーし、バイバイ。さあ、危なしい。140、あと1匹でリア中完成です。まあ、ウィンディーかな。ウィンディーしかいないですからね。直帰死って感じかな。記念すべき50匹目のポケモンはビードルに決定しました。かわいいですね、ビードルね。ビードルとのバトルに戦う。いやーね、これは逃げじゃないよ。ビードルという俺は強敵を忘れていたよ。見てよ、この強さ。虫に刺されてみましょう。痛い。もう数々の強敵を倒してきた俺、そして最後に戦うのはこのビードルという最強の相手。なんという
バトルマスターレトルトが最後に選んだ相手はビードルです。これでリア充あいたいビードルに負ける。ほらうわー負けてるビードルに、ほらよし。いやーね、激戦でしたね。よーしバトルマスターレトルトここに誕生ということで、91匹から、見事141匹に、仲間が増えましたよ。まさにリア充。あれビーダル友達になってないな。まあいいや。じゃあ、もうほとんど仲間になりましたね。あ、得意なやつとか見れるんですね。へえ。まあね、とりあえず、まあ残り結構。まだまだいますね。193匹なんで、まだ52匹いるんですが、まあね。まあ、ピカチュウはリア中に、クラスチェンジしたということで、今回は終わりたいと思います。ね、鳥ポケモンは強いということがね、今回の動画で証明されました。ありがとうございます。それではまた、次回からはね、ストーリーを進めていきたいと思いますのでね、今回まあおまけ的な回ですけども、まあよろしくお願いします。ありがとうございました。